ラジオ教養小説、リンゴはなぜ喉に刺さるのか。第一章。プラハのレストラン、サラ。ありふれた生活がありがたいと思えるのは、それが久しくなって、懐かしくなったと思える時だけなの。レストラン、サラでの食事の最中。アルステーでは成り立てる。生活の刺激はむしろ苦痛に思える。だけど思い出す時の思い出は、苦痛をリアルに思い出せないから。だからといって、楽しさだけ都合よく思い出せるんじゃない。その場の雰囲気だけなんとなく、思い出す時があるの。まるで雰囲気のみが、すべての寝ている間の夢のように。次から次へと、まあ、よく出てくるもんだと思うが、金もないくせに、アルステーでは本をやたらと読みたがる。楽団に勤めるビオラ弾きの自分より、2歳年上のこの女は、自称学問通で通している。一応はプロの演奏家の自分からすれば、音楽の理解はいまいちだが、僕の演奏を気軽に聴いてくれる。同じ楽団に勤めて、ホルンをフーフー吹いている友人のハインリッヒと3人で、プラハの街中にあるレストランサラでの食事は、楽しいとか、賑やかだとか言うより、まともに聞いていたら、頭がいくつあっても、足りない話を聞かされて、うんざりしてくる。フリードリッヒちゃんと弾いているの？いい。思い出そうったってそう都合よくはいかない。音楽家においで思い出すことがたまにあるの。おつむの仕組みがそうなっているのよ。貧乏楽団の楽長の娘であるアルステーでは、いつもこの調子だ。普段あまり会話に加わらないハインリッヒが、口を開いた。哲学的な話は面白くないよ。音楽は考えなくても、面白いか面白くないか、はっきりわかる。それなら演奏を聞かせてよ。あなたたち、レストラン、サラでは演奏することを、許されているんでしょ？許されているだけじゃなく、ちゃんと報酬ももらえるんだ。学長には内緒だぜ。僕は言ってやった。哲学に終わりがないのは、人生が有限だからだ。教える人と質問する人は、対等だからだ。質問にすべて答えることができる哲学者がいるかい？音楽は同じものを何度も聞けば聞き飽きる。それでも解説は難しいのさ。作曲したものでさえ、なぜそうなんだと聞かれれば、答えに困るに決まっているのさ。ハインリッヒはそう言